はい、皆さん、こんにちは。非常識な結婚コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、アートもビジネスも、新時代のキーワードは物語を語ること、ということについてお伝えしていきたいと思います。えー、今日実はですね、私が、えっ、ー、と、先日ですね、 え、撮影をお願いして、あの、世界的にも有名なフォトグラファーのハセオさんっていう方いらっしゃるんですけれども、あの、その方っていうのが、えっ、ー、と、実写でですね、セットをしっかり組んで、まあ、モデルさんとかにもね、あの、しっかりそういうメイクとか衣装を着て、で、それで絵のようなね、中世の風景、風景画じゃない、印象派のような絵を、 も、もしたような写真を撮る方で、フォトグラファーさんね、ハセオさんで HASEO っていうね、ハセオさんっていう方いらっしゃるんですけど、その方に、あの、昨年からね、お願いをしていて、えー、っと、人魚。 の、ポートレートをね、撮りたいということで予約をしておりまして、えー、先日、あの、撮り終わったんですよ。で、あの、に、人魚ですかみたいなね、感じで、あ皆さん驚くかもしれないんですけど出来,上がり見る出来上がりを見ると、多分、そんなに驚かないと思うんですが、一応、こちら、画面共有をすると、こんな感じですかね。はい。あの、すごくね、神秘的な森の中、竜に、 えー、サックスの音色を聞かせているということで、あの、こちらのね、サックスが今年の2月かな、手に入れた、あの、ヴィンテージモデルっていう、ユリウス・カイルベルトっていうシリーズの、あの、茶色いブラウンのね、サックスで、彫刻とかもとても綺麗で、クラシカルだったんで、なんか、記念に撮ってほしいなと思って、ちょっとお願いをして、人形の中にね、入れてもらって、撮ってもらったっていうのがあるんですけど。で、まあ、この絵を、あの、仕上げるというか、この、 写真を撮るに至った時にですね、ま、はせよさんがどういう思いでこの構図を決めて、どういう物語を頭に思い浮かべて、この写真を撮ったかっていうのを、今回私写真展に、あの、この,あの写真私、私がお願いして私のものがある写真なんですよ。だけど、あの、写真展で沼の写真展っていうのがあるから、そこで飾りたいって言っていただけて、あ、 それは嬉しいです。ぜひ、みたいな感じでね、お願いして。こんな感じで、えー、っと、飾られたんですけれども。よいしょ。これですね。はい。こんな感じ。ちょっと下にサムネ入れちゃってますけど。はい。こんな感じでね、額に入れて。 あの、飾っていただいて、あのグループ店のところでね、えー、私のこの写真を使って飾っていただいて、でその時にね、物語のお話を伺ったんですよ。でそれを聞いていて、特に、えー、っと最近感じるのが、AI とかそういったものとかも今すごく流行っていて、便利な世の中になっていて、そうであればあるほど人間ってどういう思いで 何を想像して作っていくのかって、えー、そういうことがね、結構大事なんじゃないのかなと思って、私は、ね、自分で写真も撮るし、デザインもするし、もちろんビジネスも皆さんに教えるんですけれども、どちらの領域もキーワードは物語なんじゃないかなっていうのを、特に今日そのお話を、ね、伺った時に感じたので、今日のテーマは、えー、ビジネスもアートも物語が大事ですよっていうことをちょっとね、テーマにお伝えしていきたいというふうに思っております。 はい。では、えっ、ー、と、早速ですが、ちょっとね、先ほどお伝えした、あのー、写真展の、私が依頼してね、撮ってもらった写真ですね。えぇ、ー、ハセオさんに撮っていただいたものが、まあ、あの、あったわけなんですけど、えっと、あれ、ポスターだけになっちゃったなちょっと待ってくださいね。あのー、写真そのものが、ちょっと今見当たんなくなっちゃったよ。<laughs> 写真展で飾った写真の方でいいか。 はい。そしたら、写真展でね、飾った方の写真をお見せします。よいしょ。はい。共有。あれ共有が出ないですね、うん。あ、おかしいな。共有が、ちょっとじゃあ、私、私が <laughs>、こんな感じで <laughs>。はい。これをね、あの、写真撮っていただきました。で、えー と、ハセオさんが、えー、一緒に記念写真を撮らせていただいたものもあるんですけど、よいしょこちらですね。 でこちらの方がね、フォトグラファーのハセオさんで、こちらの写真を撮ってプリントも仕上げて学装していただいたっていう、まあ、あの、とてもね、あの、繊細なお写真撮る方なんですけど、お話しするととてもね、気さくな方なんです。で、こちらの方の、まあ、写真を撮るっていうふうになった時に、どういうテーマでね、人魚っていうのは決まってたんですけど、その竜がいて、まあ、人魚がいて、で、サックスを私が持って撮りたいって言った時に、 あ、ヒントが思いついたっていうことで、この写真を撮っていただいたんですよ。で、その物語っていうのが、もともと、あの、人魚姫ってね、あの、その王子様に恋をしてって、で、その王子様に恋をして、あの、溺れそうになったのにね、助けたのは人魚だったんだけど、そうじゃない女の人がね、私が助けたみたいなことになって、で、まあ結婚までしちゃって、彼女はね、あの、結婚ができなかったら、 えー、泡,泡になって消えていくっていうようなあれなんだけれどもまあそちらの方のね女の人が結婚王子様と結婚しちゃったから泡になって消えたみたいなまあ悲恋のお話がメインなんですけれどもそのその後恋をね成就させた、えー、人魚姫のその後っていうのをなんか思いついたらしいんですよね。えー、王子様人間にになるために まあ、そのね、人魚の足っていうところから人間なる足を手に入れて、で、歌声とかを、え、声を失うことによって、人間界に生きることができてっていう状態になった。で、その王子様とうまくいって、でも王子様は人間だから死んじゃうわけですよ。あの、亡くなってしまう。でも人魚はまだ生きている。で、人間界からまた人魚の世界に戻ってきたときに、声を失っている 状態のまあ年齢をね重ねた人魚がその後どういうふうに生きて暮らしたのかっていうところと、まあ、その音色を龍に聞かせているその物語をね語ってくださった動画があるんですよ。で今なんで出だしを語ったかっていうと出だしの部分私録画をし損ねててですねあの切れ切れちゃった ってたんですよ。なのであのそれをちょっとお伝えする上で動画をねあのちょっと一緒に聞いていただければなと思いましてはい今ちょっと画面共有をねしたいと思います。続きでどうぞ。はい、あのなんか特異点というか <laughs> 何か別の人と違うっていうのは <laughs> あの特徴でもあるし長所でもあるけど差別の対象でもあるです。で。 その中、彼女は人魚の中でもこれも本人のりに何ですかもある程度年を取り <laughs> そして恋愛もして帰ってきてでも声がないから少し人魚っていうのはやっぱり歌声でいろいろ活動する生き物なので声がないっていうのは結構致命的で写真家で言ったら目が見えないだとかそういうようなものなんですね。で,でも、そそこににれ狂う竜が現れて、て、その荒れ狂う竜に対して あれ来る龍に対してあのこの何ですかねあのいろんな人魚が一生懸命なだめようと思って歌を歌うんですでも龍は全くそれにせずに人魚の隅からどんどん荒らされてて、うん、でどうしようもなくなってもうこのまま滅ぼされてしまうっていう時に声が出なくてみんなの厄介者をお邪魔だった人魚が楽器を鳴らしそしてこの「 曲によって龍が収まって、そして人魚の里が守られるっていう物語を考えたんです。あの声っていうのはコミュニケーションがつや,やつで、でもその声があるからこそ人を騙したりもすることがあるっていうのを特に最近思うんですよ。S.N.S. を見ててもなんかちょっとまあ、カメラマンでも口先だけで大したことないものを大したことあるって言ってる人たちや。はい 誰とは言います <laughs> あのとかあの「お前こんなの詐欺師じゃん」っていうようなのとか見たりするんです。でそういうのを見るためになんか胸があれしたりとか真面目にやってたりとか口、うん、先の上手い人がどんどん出世して口っていう言葉っていうのは人をいろいろ楽しくもいろんなものにするけどそれで人を騙すことができるけど音楽で人を騙すことなんかきっとできないんだろうな、ねうん、ののとを。を 嫌がってた嫌がってるけど歌を歌って何とか沈めようとしたそれが龍には分かってたのかもしれない音楽には嘘をつくことができない本当に音楽っていうのはきっと言葉よりもはるかに言葉っていうのは国が変われば喋れないくなるけれども違う種族ですね種族を超えて人の心を癒やすことができるんだと役に立たない声が出ない人魚なんか何の役にも立たないと言われた人魚が そこ,こで本当の役に立ち、そして音楽っていうものは言葉を超えて人の心を癒すことができるんだっていう物語をで作ったのが声を失った人魚の音色っていうのを作ったわけですありがとうございます。素晴らしいタイトルで。素晴らしい。ありがとうございます。<あ>っていう感じのね、ストーリーなんですよ。すごく素敵じゃないですか。<あ> <laughs> しそしてなぜグーグルが突然しゃべり出す、はい、でその話を聞いた上でこの恋を失った、えー、人魚の音色えー、<laughs> ちょっとちょっと待ってくださいねなぜなぜ突然しゃべり出して困っちゃうわ <laughs> 少々お待ちくださいはい失礼いたしました 家のグーグル君が突然私の声に反応して喋り始めてしまいました。はい。続きを行きたいと思います。えー、っとね、画面共有でもう一回。はい。で、こちらのあの古典に出したね、写真のタイトルが、えー、恋を失った人魚音色っていうことで、非常に深い物語が今あったのを聞いて撮れたと思うんですよ、えー。もう人間界から戻ってきて、恋を引き換えに、えー 声、自分の声、ボイスですね。声を引き換えに、王子様との声を実らせて、でも亡くなってしまったから、まあ戻ってきてる。でも声はないっていう状態で、もう人魚の里では厄介者っていう、人と違うっていう状態。で、でも、その荒れ来る竜は、まあ本気でね、その心を伝えようとしてるっていうことで、諌められておとなしくなったっていう、そういう絵だっていうふうにね、言ってました。 まあその物語をね、見た瞬間に瞬時に思いつくっていうところが、長谷尾さん、ロマンティストだなぁと思いながら、あの、お話を伺ってたんですけど、そういう視点で見ると、本当になんか、こう、ちょっと寂しげなね、ところもあるんだけれども、龍がおとなしくちゃんと聞いてます、みたいな雰囲気になってる絵だと思うんですよね。で、あの、私自身も、本当に、こう、個性っていうのは、あの、すごく、 大事だなぁと思っていて。で、それが結局ビジネスであろうとアートであろうとも伝えるっていう思いの領域って一緒だなっていうふうに思ってるんですよ。で、特にあの、私よくお伝えするんですけれどもね、えー、言葉であろうと音楽であろうと、まあ、映像であるとどれでもいいんですけれども、確かに口八丁、手八丁な人っていうのは、まあ、 騙すっていうわけじゃないんですけど、例えば薄っぺらい話をしていてもですよ、なんとなくそれっぽく聞こえるかもしれないし、それっぽいことに騙されてしまう人もすごく多いかもしれないんですけれども、本質的な伝えたい思いとか根底の部分って、その声の部分で伝えることももちろんできるし、書くことで伝えることもできるし、まあ,あ、それこそ音楽で伝えることもできるんだけれども、 その魂の領域をきちんと伝えていくっていうのはその人の内側から出るものでしかないんですよねで。それは個性であるっていうふうに感じているんですよ。だからあの集客であろうと、まあ、何であろうと相手の人に対して自分がどういう気持ちで向き合って。 それはその人の幸せのためを思って、ね、やるっていうことがきちんと伝わるかどうかっていうのが、まあ、今の時代はすごく大事なんじゃないのかなと思ってるんですよ。でその背景にあるのはアートもそうですしビジネスもやっぱりね物語なんですよ。どういう思いがあってじゃあそれをなぜやってるのかで今回の絵一つにとってもちょっと出だし切れちゃいましたけど3分ぐらい橋尾さん語ってるんですよね。 それを瞬時に物語をパーッと頭の中で思い浮かべて、そういう構図で撮っているから、さっきの絵になってる、絵っていうか写真になってるんですよね。だから、あの、その後ろにある物語を聞いた上で写真見ると、全然またね、違う雰囲気の写真に見えませんかもう一回共有しますけどね。うん。すごく静かな、 静かな森の奥で静かな音楽が2次元ですよ2次元で平面なんですけど聞こえてくるような気がしませんかっていうお話です。で私はあの私は、まあ、コンサルの手法としてはちょっと変わった手法をとっていてあーとリ実務のいわゆる佐能型な実務のところも見ますし。 あとデザイン的な右脳型の部分を見るので、まあ、ハイブリッドという言葉を使っていますが、まあ、どっちも、ね、大事だと思っているのでその領域でセッションはしているんですがさらに加えてまあマインドの部分ですね、まあ、この三方をきちんと整えて発信とかをしていくということを推奨しているんですよ。でその段ににおいいてやっぱりこう発信に魅力がない人とかう 騙すって思ってはいないんでしょうけど、エゴですね。自分が、じゃあ例えば儲けたいからとか、自分がこんな風な教室になったらいいということのために生徒さんを募集しようとしている人って、やっぱり文章とかですね、うんその言葉尻とかに、そういうのがやっぱどうしても滲み出ちゃうんですよね。だから警戒されたり、 行きたくないなって思われちゃったりするんですよということは心の中の本当の思いと発信しようとするものが一致している必要があって特に最近の人たちはその後ろにあるバックグラウンドの心は何なんだっていうことを聞きたがる人が多い傾向がありますで、それは多分なんですけど通り一辺倒なデータから答えを出せる AI が進んだ今の時代だからこそ物語が欲しいんだろうというふうに思っているんですよねだからそれを感じながら集客の文章を書いたりとかあ、まあ、来てくださいのオファーをかけるかっていうのはすごく今後大事なスキルになってくると思っていて単なる文章の方とかはそれこそチャット GPT とかでですね調べればいくらでも出てきちゃうんですよ。 でみんながそれを使ったらどういうことになるか当たり前ですけど個性もない同じものになっちゃうんですよ。もちろん質問の仕方とかね、内容によって違うものとかはあるんですけど、そのエッセンスを加えるのはあくまでも人間だっていう道具は使うけれども、根底的な思いを伝えるっていうのはやっぱり人間対人間、ヒューマンリソースでないと難しいなぁと思っていて、その最たるものが自分で最近やっててわかるんですけど、音楽。 だなぁと思ってますね本当にここと言葉がないから国境を越えるし空気と振動で音楽って伝えていくからまあ私の場合特にサックスを扱ってるせいもあるんですが腹にそのまんま届くズドンとね音がでその音によってじゃあ私は何を伝えたいんですかっていうと生きる勇気と前向きにチャレンジしていく活力と何でもできるという えミラクルを起こせるであろうマインドセットとかこの辺りが皆さんの心に伝わるといいなぁと思って夫を奏でてるんですよ私はね。なのでセミナーと音楽を一緒にしてるっていうのはあの言,言外ですね言葉の外って書いて言外っていう部分の内容でその無知無知っていうかうん 言葉で伝えない領域でもきちんと伝わるようにということで私音楽をやっているんですよね。やり始めたのは49歳からです。はい、今この動画を撮ってる時点で3年半前ですけれどもあのやった年数じゃないんですよね。やっぱパッション情熱とあと、まあ、マインドですねハートフルネス。 マインドの方をですね。伝えたい思いが音に乗るか乗らないかっていうところが多いかなと思っていて。だからさっきのね、長谷尾さんのお話を聞いていただいて分かったかもしれませんけれども、一つの写真ですらそこまで背景を考えた上でですね、ちゃんと写真を撮られてるんですよ。で、それするとその暗さとか、どういう色合いとか、 どういう見え方が一番いいのかっていうのをね、当然考えるわけじゃないですか。だからそのね、ストーリーがあっての発信材料を作る。で、ど、最近私がすごく危惧している感覚は、ツールに頼りすぎてるっていうふうに思っていて、うん例えばじゃあインスタグラム、い、リール頑張りましょう。はい、とここ頑張りましょう。で、それをこういう何秒でこうやったらこうですよねっていう、それはやってもいいんですよ。 やってもいいんだけれどもベースにあるものはあくまでもその人の内側から生まれる思いっていうものがあのベースにどうしてもないと薄っぺらくただただ発信してただ、えー、それを伝えていくだけの人になっちゃうから SNS の使い方がそれを学ぶのは悪くないんだけれどもそこに傾倒しすぎると本末転倒なんじゃないかって。 いいうふにに私は個人的に思っているんで,すでまあさっきねあの長谷尾さんは私尊敬するフォトグラファーなんですけど、まあ、こういう感じのね世界観でこれ全部実写なんですよ合成じゃないんですよこの世の中で、まあ、だからより体験を含めた状態で、まあ、人にね伝えていくっていうことをこれからもっと大事にしていかないといけないなというふうに今日お話ししててねおっしゃってたんですけど。 はい、あのなんやかんや世界でいろんな賞を受賞している方ですし本とか写真展もめちゃめちゃたくさんやってますけれどもねでファンタジーとかがやはり長谷代さん得意領域なので、まあ、毎回本当に夢のような世界観であのすごくうっとりするようなこれ全部合成じゃなくて実写なんですよ私の人魚もそうでしたけれども。 そこがね、やっぱ素晴らしいなっていうふうに、すごいね、思って見ているんですよね。お花の方とかもすごく綺麗なんで。はい。このホームページ見てるだけでもね、物語、そう、長谷尾さんの写真は物語がね、すごくあるんですよ。だから、その物語聞けば、どういう物語ってすぐにね、答えてくれるんですよ。被写体がとか、そういうレベルの問題じゃなくて、ちゃんと、 物語があるんですまあ私はねちょっとこのタイプの人形じゃなかったですけどはい、あのいろんな人形を撮ってらして、はい、すごくねそれぞれに物語が一個一個全部聞いてないですけれども、はい、あるんだと思います。こんなねちょっと不思議なこれもどうやって実写で撮ったんでしょうって思いますけどね <laughs> すごいなって思いますけどね、まあ、これも竹取物語でしょうか。 はい、素晴らしい。もうファンタジーですよね。はい、内容的に。なので、まあ、あのちょうど今日、長谷尾さんとお話をして、やっぱりキーワードあの、新時代のビジネスのキーワードは物語ですね。原点回帰といえばいいんでしょうか。だからツールとか、そのやり方とかにこだわるんじゃなくて、あり方にこだわる方が結果として 自分に合ったお客さんと共に楽しくビジネス展開できるんじゃないかなと思っていたので、今一度ね、立ち止まっていただいて、私が伝えたい物語は何なんだっていうのを、もう一回ね、あの、考えてみてほしいんですよ。私、コンサルで皆さんの成果を上げたり、売り上げ上げるための助言はします。だけれども、根底的にお伝えしたいのは、その人が どういう状態で人生を輝かせたり、どういう状態で自分にとって一番幸せな状態を作っていくのかで、そのためにお金が必要だからお金を稼いだ方がいいとは言っています。だけれども、稼ぎ高とか人によって設定が当然違いますし、何よりもその人自身の物語の方が私は大事だと思っているので、 その物語を一緒に探す、作る、それが私のコンサルの領域なんで、アートとビジネスは融合するべきであるというふうに考えているのが私の思想になります。はい。こちらをお伝えしたく、今日は動画を撮ってみました。じゃあ最後まとめていきたいと思います。えー、アートもビジネスも新時代のキーワードは物語を語ることということについてですが、物語というのは相手に 一番自分の思いを伝えるのにとてもいい、えー、作りになっています。なので、えー、ツールを使って小手先の技術を使って集客をしよう、人を集めようっていうものも透けて見えてしまいます。そういう気持ちは。だからまず気持ちがありき、物語がありき、それをどういうふうに伝えるかによる部分を えー、その、900の知識を使ってやっていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってますので、ぜひご参考にしてみてください。それでは。